私が言いたいのは、どこで戦争するかですが、国外で戦争しませんよ。日本の戦争する場所は国内しかありません。アメリカの代わりに国内で戦争するという準備が着々と行われていて、そういう仕組みで、国内の自衛隊基地や米軍基地や、あるいはその供与化というものが進んでるんですね。で、毎年山桜という訓練は国内を戦場にする訓練を行っています。今度は沖縄です。まさにね、だから、そういうことをやはり私たちはきっちり受け止めながら、この PKO の問題、あるいはその全体としての問題を取り組むべきじゃないかなと思っております。自衛隊の方が撤退したからといって南スーダンが平和になったとか、そういう問題では全くなくて、別に南スーダン後でも前でも本当に今危機的な状況が起こっている最中だということを改めて皆さんに知っていただいて、本当にこの国際社会の一員として何が本当に日本としてできるのかというのを自衛隊のことだけにとらわれずにしっかり考えていただきたいと、 PKO っていう性質がどんなものかっていうのをちゃんと理解していただいて、NGO とか一般の人を保護、一般とか日本国民を保護するためのその、駆けつけ警護の出した付与されたとはいうものの、実際UMMISの指揮下に置かれるということで勝手な行動は基本的にはできないはずなので、そういう面でちゃんとした国際ルールにのっとった日本隊の活動ができるような支援をぜひしていただきたいですし、ちゃんとした議論を情報をもとにした議論を進めていただきたいと思いました。まずPKO5 原則は死んだということが確認されたということと、実はですね、6原則目と私は申し上げているんですが、安全が確保され有意義な活動が困難だと認められる場合には撤収するということを、これは11月15日の駆けつけ警護を閣議決定した際の閣議決定文書の中にこれは明文として入っています。 PKO に参加するということは部隊の参加だけではありません。ここが日本人は勘違いしている。今部隊派遣というのは先進国やりません。じゃあ何をやるか、部隊派遣以外のことをやるんです。その一つの方策がナンバー2、これ2番目のあれです、軍人しかできない非武装の武装監視団。 PKO には4つコンポーネントがあります。部隊、軍事監視団で文民警察も出せるんですよ。かつての僕のようにあった文民ですね。文民何やってもいいんです。これ何やっても、もう少し PKO っていうのを法律的に考えましょう。自衛隊を出そうが今井さんの方々のようなですね NGO であれようが、紛争地域ではもう命のリスクっていうのは常にあるんですね。それが自衛隊なら保障して NGO なら自己責任でとかっていう話ではなくて、そういう PKO であれNGO の活動であれですね、そういう国際貢献の在り方に対してもっと日本は政治は丁寧に対応するっていうことが私は必要なんだろうなと。北朝鮮のミサイルが飛んでくるかもしれない。飛んできたら、堅固な建物の中行って窓に目張りをしてそんなことをやってる間があるわけないじゃないかと私は思うんですけれども、しかもそのミサイルはどこに飛んでくるか、米軍基地に向かって飛んでくるわけでしょ。これって本当に何なのっていうことですね。日本人の命を守りたいんですか。そんならミサイルが飛んでくる目標をなくせばいいじゃないかっていう話だってあるわけですよね。そこの議論ではなくて、何かその何を守りたいんですかっていうことが分かんなくなってくる。でそのままに北朝鮮が ICBM に一歩近づきました。昨日の NHK のニュース見てて私はびっくりしました。ニュースキャスターが恐ろしいことですね、なんだそれは、お前の感情をそんなところで言うのかっていうね、本当にそうやって今メディアがね、その恐怖感を垂れ流すわけですね。プロはね、戦争なんかないよと思ってる。なぜか、アメリカの空母が出た、アメリカの空母が出れば、あんまり出て目の前に行きゃね、撃ってきますよ北朝鮮はね。そして戦争はそうやってね、思いがけないところから始まるんです。だけど今空母どこにいるんですか、空母がどこにいるか分からなきゃ攻撃しようもないわけですから、なるほどこれは戦争にはならんわなと私も思っています。それならそれでどうしてミサイルが飛んできたらどう目張りするかなんて話ををする必要があるのかということですね。